はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は12月17日火曜日、時刻の方は12時1分です。ピャ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 ね、テテレテレテレピャ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 。はい、そんなわけでね、今日はニューロ光に関する投稿をいただいたので、紹介しますよって思うでしょ。違うんです。実はね、今ここにあるあのコメントは4週間前のコメントになります。はい、これね、なんでそんなに古いコメントを読むのってね、実は理由があるんですね。はい、ニューロ光の工事だけじゃないかもしれないんだけど、まあ主に私はね、ニューロ光の問題として取り上げていましたね。直樹さんね、古川直樹さんからの投稿、4週間前にいただいた内容です。これね、何の内容かっていうと、元気なおじいがニューロ光の工事ね、嘘でキャンセル、インチキ工事業者即サポートへ確認っていうね、こういう動画を1ヶ月ちょっとぐらい前にね、出させていただきました。でそれがなんでかっていうと、ニューロ光が人気があるのは分かるんだけど、元気なおじいの動画を見てね、申し込んでくれる方って何人かね、いらっしゃるんだね。毎月ね、必ず何人か出てきてくれるんだよ。それでありがたいことにね、毎月何人かが入ってくれるんだけど、もう毎月その最終的になんだかんだ言って結果報告が非承認って感じで、みんなキャンセルパパパパって。でまたキャンペーンが始まって紹介すると、とりあえず予約だけでもしとこうよってね、予約してくれるんだけど、でも冷やかしじゃなくて本当にしばらくね、開通待ちになってて、でもその後非承認になる。これなんでかっていうと、早い方は1回目の行い工事でこれは無理だねって言われて帰ってくる。2回目はちゃんとしてぐわーっていうね、工事業者なんだけども、大体ね、序盤でみんなすぐキャンセルになるパターンがね、多かったんで。で、なんでそんなにキャンセル多いのと思って、で、そんなできないんだったら、やめればいいし、キャンペーンなんてね、皆さんからのクレームもあったんだよ。で、元気なおじいのところに、おじいのね、リンクから申し込んだんだけど、業者が来て、ここは工事ができないって言われましたっつってね、ね、ダメでしたっていう報告が結構前からいっぱいちらほらちらほら来てたんだよ。結構いっぱいあったんだよ。で、その裏付けとして元気なおじいが紹介して入ってくれるとね、一応入ってくれた方はね、どこの誰かは分かんないんだけど、何人って何月何日で申し込みがありましたっていうのがね、バーッとこうリストになってるんで、なので承認待ちって感じでこうずっとなるんだよね、これがね。で本当ことごとくね、キャンセルがすごく多かったんだよ。で、元気なおじいのとこによくコメントしてくださってる方が、却下された、できないって言われたんだけど、他のやつができるって言ったから、なんでなんだってね。そしたら、できるのいねえって言いながらね、工事業者によって悪い業者がいるってことが、そこで、あーって気がついて、そっかって。それで、この嘘でキャンセル、インチキ工事業者即サポート確認という動画を作りました。お宅に訪問して、で工事がやったらお金もらえるんだけど、面倒くさいんだよね。暑い時は暑いなって、寒い時は寒いとか、早く借りてよとか、雨降っちゃうよとか、だからおじいの工事も午後の予定だったのに午前中に行きたいとかね、結構ね、都合によってなんだよ。まあ一人で来てやるパターンが多いんだけど、でそれだけに伺ったんだけども、なんか事情によってね、ここは不可能でしたってあってダメって、その業者がやっちゃうと、一応お宅訪問したということで1件いくらの契約だから、工事をやってもやらなくてもお金もらえるんだよ、1件いくらっていう。で1件やると結構何時間もかかるでしょ、時にやったら潜ったりうわーってうわーってやりながらやっても、ああここちょっとダメですね、これちょっと無理かな、ちょっと不可能ですねってね、諦めさせる。でこの話術1個で
ほんの数分で5分10分ぐらいで、言葉巧みに言えばもうそれで一件の売り上げだ。結局ね1日何件まで言ったけど、フルにとっても行ってダメだった行ってダメだったってやっちゃえばバーッと待っちゃえば丸1日夜までの仕事が自宅でちょっと早くなりましたとかね、入れる過程やりながらやっちゃえばキャッシュにいっぱい入れればフルに回れて早く仕事が終わっていっぱいお金稼げるわけなんだよ。悪い商売だね。それでそういうのが多くてキャンセル率がものすごく高かった。だからおかしいだろうっていう動画をね作ったんだよね。でとにかくそれはね、個人業者、個人業者じゃなくてニューロに連絡おかしいだろうと、他のところに来てもらいたいとかね、いや開通できるエリアの活用がおかしいでしょうとかね、本当ですかとかね、もう何度も何度も依頼しましょうとおじい言ったんだよね。嘘の業者に騙せる場合がある。だもうあなたはいいカモになっただけですよってね、本当はニューロ光が入れるのに言葉たくに騙された。だからよく病院選びとかさね、なんかこういろんなものをね、土地不動産とかさ何でもそういろんなものを買い物を、ガジェット系でもだけど一個のお店だけ見ないでいろんなところのお店を見てね、値段を比較したか価値比較したかこうねやった方がいいよって。だからたまたまその時に来た業者が嘘つき悪徳業者だったらそれで騙されて終わっちゃうわけじゃん。だからちゃんとニューロに相談して、いやちょっと納得できないんですけどみたいな形で再度ね、ちゃんとした業者見てもらいたいというと来て回収できる場合があるよっていうね、その例もあるんだよね。でその動画を出したんだよね。そしたらこの古川直樹さんからの投稿がその動画に対してのコメントだったわけですよ。前に紹介しますこれね。ニューロ光の宅内工事は今まで工事しなくても作業会社に作業代金が支払われていました。2019年10月から工事完了しないと作業業者に作業代金が支払われないシステムになりましたということでね、おそらくねこの動画に職田に反応してくれてね、まあ、おそらくそういう情報通の方なんでしょう。で確かコメント返信雑談かなんかで順番に読んでさらっと読んで、あそうなんだ、じゃあこれからそうなること期待したいねみたいな、そんな感じでたくさんの雑談の中で拾ったのはおじ覚えてるんだよね。もう一回ぐらい拾ったかもしれないけども、その時はね、本当かななんてね、じゃあ後で期待したいねなんて言ってはいたんだよ。これが4週間以上前の話だね。でこれが本当だっつって分かったのは何でかっていうと、キャンセル率がものすごくびっくりするほど低くなったということです。これね、で、はっと思っておじいコメント検索して、それで、この直樹さんのこのコメントを探し出したわけです。そういえばこんなコメントいただいたなと思って、このコメントをいただいて、10月から工事完了しないと業者には支払えないシステムになりましたということで、で今12月でちょうどね、昨日だったかな、その前だったかな、ニューロ光のね、その前の月の集計が出て、で紹介がね、紹介料コミッションこれが何件分で成立しましたということで、でキャッシュバック入ってくれた方と紹介した元気なおじいにね、5000ずつのキャッシュバックね、これが来るんだけども、ほんとだいたいいつもだったら何円ぐらいでどんぐらい待ち、もう待ちでずーっと決まるんだけど、もうことごとくねキャッシュキャッシュキャッシュで一気に来るんだ、キャッシュ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 、こんなに本当に回ってんのっていうぐらいみんなキャッシュ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 で、それがずっと続いてたんだよ。だから実際にその開通ってなって、紹介料をいただける、キャッシュバックをいただけるっていうのはね、本当に確率的に言ったらね、本当もうそういう悪徳業者をくぐり抜けていい業者さんになってね、待ちに待って、でやっと2ヶ月待ってとか3ヶ月待って回収してくれたっていうね、そういうのが多かったんだね。で本当ね、ニューロ光も1日から15日までは1980円、まあ、これも割引大きいんだけど、でも後半16日から月末までは980円のキャンペーンをや
ってこういうとこ何回しか繰り返してるから、だからもうおじいもね、後半は16日からは980円のキャンペーンになる確率が高いので待った方がいいでしょうって、もう説明欄に書いてパッパッパって全部書いてあったんだよね。そしたらもうその後申し込む方が0人なんだよね。で、まあ、その前もそうなんだよ。それ説明したら2人ぐらいいたんだけど両方ともキャンセルして、だから多分入り直してくれたと思うんだよね。キャンセルしようってね、誰か1人か2人ぐらいね、1日2日に入ってる方がいるからキャンセルして入り直した方がいいよってね、多分それやったから両方ともキャンセルになってたんだけど、で、そんな感じでね、久々登録してくれた方もね、ここ昨日いらっしゃいました。ありがとうございます本当で、昨日のその集計を見たら、今までのこう成果リストっていうのがあるんだけど、もうキャンセルキャンセルでブワーって なってたのが、そのまんまね、街の状態のまんまでいてくれるか、もしくは回数っていうのがあって、で本当にそれがお達しが言ったんだろうね。でやらないとお金にならないから、ただ無駄なガソリン代と時間使うだけになるから、工事業者がちゃんとやるようになった証ではないかなと思って、でそれが元気なおじい のリンクから入ってくれた人の要は開通率につながって、ちゃんとコミッションに、ね、なって戻ってきてるっていう、これが結果じゃないかなと思いました。いやこれね、それだけやっぱね悪い業者が多かったっていうね、こうやってひっくり返して逆から見るとそんだけ多かったってことなんだよ。やっぱりだ、今までねおじいが1月にね夢の千春さんの紹介で入って、ですっごい満足したんだよ。めっちゃめちゃ満足したんだよ。とにかくね、もっと早く変えたかった。でもまだニュール自体がまだそんなに始まってね、そんなに長い歴史じゃないので、でタイミング的にはね本当に良かったっていうか、本当はねおじいも何かあってももう乗り換えるもんかと思ったの。それはもうコミファとかやっと重たいを腰上げてやろうと思ったけど、 NTT が妨害をするからね、だから辞めるに辞められない、違約金もっともっと割とか入っちゃったからね、だから乗り換えられないっていうね、ああもう違約金嫌だな、でも乗り換えた方が得なんだけどなって、そういうのはあったんだけどね。はい、今も 750Mbps 絶好調でしょ。それで元気なおじいはそれがね、朝日ネットっていうところがあるんだけど、光コラボで、もっともっと割に入ってて、フレッツのはやぶさ回線に入ってました。だから2年に1回しか辞めることができないというか、違約金取られちゃうんだよ。2枚1枚ね、2枚と1枚だよね。なのでああって、でその解約期間が2ヶ月あるんだけど、NTT 以外の業者のところ、コミファ光とか au とかね、あるでしょ、そういう NTT の管理から離れたところに行くと、逃げてくお客さんに対しては電信柱の使用許可を下ろさない。でそれをやられたから、違約金を払わないとやめるにやめさせてくれないっていう。で今回もうちニューロの適所だったんだけど、光電話をそのまんま移行したいんで、今まで NTT のやつでね、で電話のやつはスムーズにパンパンパンってね、番号変えないでずっとお金払って乗り換えてきたんだよ。昔の会社からずっと昔の時代からね、それなのにニューロ光の時は開通した後も二重で1ヶ月ぐらいね、要は結局4週間そのままにしゃれる、局内工事でパッて切り替えるだけなのに、それをやるのに1ヶ月かかる。で最後の最後まで今やめちゃったら光電話の番号がなくなってしまいますよということ でインターネットの回線は両方とも回収したままで、普通だったらすぐやめられるでしょ。それをやめられない状態、もうやり方汚いでしょすごく。だから今回はこのニューロ光ね、紹介でキャッシュバックとかもね、あったしお得だったんで、もういいよ、違約金払ってでもやめてやると思ったけど、朝日ネットに一回入ることによって違約金がなくなりました。どういうことかっていうと、もっともっと割とかね、 NTT の会社に使ってるともっともっと割でね、ちょっと割引になっている人も多いと思うんだけど、電話かかってきて、でそれに入っちゃってると2年に1回しかやめることができません。で縛りがくっつけます。
でもその朝日ネットの光回線プロパイダーを乗り換えることによって、要はあの光コラボっていうのかな、あの一括請求のシステムに乗り換えます。無料で乗り換えます。もうあのそのまんまで何にもやることはない、あの工事も何にもないし、ただあの足で局内工事切り替えだけなんで、あの使えないとかそういうのがあったかな、ちょあの多分一瞬使えない時間もあると思うんだけど、もうあの知らない間に切り替わってるから、あの本当で、あの設定やって、ね、何月の何時頃工事やりましょうみたいな、なんか切り替えましょうみたいな、であのランプがつくことを確認して、あってもうあっという間 にあの切り替えができるんだよ。何にもやらない、お金もかかんない。で、あの朝日ネットに行くことによって、まあ、若干お得になるんだよ。 NTT にそのまま払ってるよりも。で、朝日ネットのまんまでいいやってあのずっと使っても、朝日ネットの場合は基本的にいつやめても違約金というものはありません。ただ NTT から朝日ネットに光コラボで入るのに違約金かかると思うでしょう。かからないんだよ。 NTT の光回線のただプロパイダーをこっちにするしますよっていうだけで、でまとめて やるやつなんで、別に NTT の会社の光回線を解約してこっちに行くんじゃないから、そのまま NTT の光回線のままあのプロパイダーをこの朝日ネットに切り替えるっていうだけなんで、あの回線の NTT はやめないので解約したことにならないんだよ。で NTT の状態でやめると違約金を取られるんだけど、もうあのこの朝日ネットの光になったことによって、このもっともっと割っていうサービスは朝日ネットの サービスじゃないんだよね。この NTT のサービスなんで、もっともっと割がなくなってしまいますよ。その代わり長く使ってくれる方は、あのいくらの割引サービスがありますけど選択できましょうとかね、そういうのを教えてくれるんだよ。で、あのそれにね、あの入っても入らなくてもいいんだけど、あので映ると、今度この朝日ネットっていうのはそのにあの2年に1回しかやめられないとかそういうのがなくて、いつ辞めても違約金ゼロ円なんだよ。違約金がないんだよ、朝日ネットっていうのは。でそういう情報を見たんだよ。でえっと思って、マジと思って、だから いくらでも待てるなと思って、好きな時に乗り換えるで確認したんだよ、朝日ネットに。おいたあのさようでございます、違約金はね、まあ、特に請求することはございませんって。えじゃあ入って開通して1日で やめて乗り換えちゃっても違約金発生しませんか。はい、あのやめることに関して違約金は支障ありませんって。あそうなんだって感じで、であのおじめっちゃ安心したんだよね。でなんか他のプロパイダー の契約でこんだけお得だよとかっていうのがあると、何年お約束してくれるとこんぐらい安いとかね、そっちの方はあるかもしれないけど、おじとこに入ってなかったんで、そっちの方はね請求なかった。最終的に入ってたかなと思うんだけど、取られると思ったんだけど、それなかったね結局。違約金がなかった。それか最初のうちはあったかもしれないんだけど、変わってなくなったのかもしれない。おじいが入った時はあの IPv6 もなかったんだけど、後からあのなりますよって、でちょっと待ってたら対応したからね、申し込んだらあっという間にあの IPv6 でねもう対応になってくれたんだけど、朝日ネットはとにかくあのトラブルも少なくて、サポートもちゃんとすごいしっかりしてるしね、すごいいいとこだったから全く不満がなかったんだけど、でもお値段の魅力と速度の魅力があったんで、 NTT の光回線そのまま使ってる、ただプロパイダー請求先が変わるだけだから、だからね、光に変えたいかなと思って、でおじいは安心してニューロ光に乗り換えたんだね。ほんで時間がかかるよって言われても、あでも全然気にしなくていいもんね、好きな時に来てくれても、開通したらこちらの会社を辞めてもいいでしょうってなったんだね。なのであ、まあ、20人じゃ NTT 使うことになるけども、まあ、少しぐらいいいかってね、重複して2日3日ぐらいは置いといてって言われたんだけど、光電話使ってたからね、結局最終的にはね30何日ぐらいかな、重複しておかなきゃならなかったんで、何にも切り替えて使ってないのに、何にも使ってないのに、なぜだか7000円だか8000円ぐらいかな、電話料金もあるからで、その金額を払いました。余分に使ってないのに、当然重複した期間もあるんだけど、それとは別に全く使ってない翌月分の1ヶ月分も払ってるんだよ。おじいね、かわいそうでしょ。 NTT はね本当やり方が汚いんだよね。だからね NTT とまんま乗り換えると同じことなんだよね。
で余計に違約金を取られてしまう。だからもっともっと割入ってからちょっともったいないと思ってても、そのもっともっと割の1万円とか2万円を払ってでも切り替えた方が差し引き出てくるお金は抑えられるからお得なんだよっていう指針もしたんだけど、でも朝日ネットに1日でも2日でもいいから1回乗り換えてワンクッション置いてから乗り換えるとその違約金がなくなるからね、お得だよっていう。だキャッシュバックでいただける5000円分がね、事務登録手数料の3000円に割り当てればいいわけだしね、結局ね。なのでね、そんな感じで1年間ね、980円で使えるチャンスなんで、年間投資はね、かなり大きいでしょ。やっぱ5枚から買ってくる話だからね。で NTT を使ってるとそのまんま1年後までには5万円以上ね払うわけでね。まあ、ね、何枚払うんだ、7枚ぐらい払うのかね。で、ニューロ光にすれば支払うお金は1万5000円ぐらいで済むんだよね、1年間。だから払わなくて済むお金が5万円ぐらいこう残るんだよ。まあ、当然おじいのリンクから入ってくれるとキャッシュバック5000円入れて、5万円ぐらいね、全部もともと NTT に払ってたお金が払わないでここに残る。でしかもニューロ光でうわー、はい、快適だーっつってね、その快適なね写真ね、ちょっと待ってね、どっかにあったかな、ちょっと待ってよ、これか、これだね。元気なおじいの過去の動画に出てるけど、たまたまねニューロ光が開通した日にじゃあ速度検証しようっていう動画がね残ってます。でその時にいつもはこんなに出ないのに、ちょっと速度が上がった、あれこんなに今日出てるよってね、いつもね5、6、70メガぐらいしか出なかったのに、たまたまこの時、たまたま時間帯かな、たまたま早かったんだよ。でも NTT のあのはやぶさ回線だよ、フレッツ光があって B フレッツがあってでフレッツ光があってでハイブリッド回線の200メガだかな300だかな200で次300だかな、それでギガになったんだけども、まあ追い金なしでどんどん上げてもらったんだけどね、そのハイブリッド回線ギガを使ってて、これだよ、100メガ出ねえんだよ。これが一番ピークだった、おじいの人生の中の一番マッハの早かった、こんなに出たよって。いつもその前のやってもおじい遅いねーって、ね、60、70とかね、 ADS じゃねえよこれっつってね、光だぜってね、ずっと文句言ってたんだよ、遅い遅いって。で金額はね、それなのにもう6000円くらいでね、何にも安かねえって、高えっつって、もう何十年使ってんだよ、こういうお客さんほど早く使わせてくれよって言ってるんだよね。これだったんだよ。だ毎月ね、請求額が、まあ、光電話も使ってたからね、光電話と光電話の使用量もあるので、まあ、なんだかんだ言いながら、ね、お年寄りが使ってたんだよね、やっぱり8000円台ぐらいから、多い時は1万円ぐらい、電話料金加算しちゃうのでね、払ってました。ネット料金だけだったら6000台半ばぐらいだったと思う、7000円はいかなかったと思う、6000円いくらだったと思う、光代金だけはね。それのお金を払ってダウンロードが90メガのアップロードが62メガでした。これ残ってるよ動画の中に。でそれが今はニューロ光でダウンロードが750メガ BPS だよ、ね、でアップロードが今43だね。じゃあ今ちょっとね計測してみましょう、もう一回ね。まあ時間帯によってね調子が悪い時でも、まあ、300メガ台ぐらいかな。こんな調子悪いの見たことないし、でも300メガ台ぐらい、ねうん、平均するとだいたい680ぐらいだと思うんだけど、今660メガ BPS だね今ね。でアップロードがねちょっと今スピード遅いね、一回また電源引っこ抜いてまた入れなきゃなんないかもしれない。ここもね何百メガか出るはずなんで、ちょっと今遅いねこれね、42メガ BPS になってますこれね、うん、これあれかな、なんか設定したのが響いたかな、ちょっと、うん、よくわかんないけど、ダウンロードは絶好調なんだけどアップロードね桁ちょっと落ちたよねこれね、うん、この原因をまたねちょっと追求してみよう。場所も変えたからな、ちょっと一回リセットしてみようかな。
はい、今ね、F660A、ね、ジェット T のルーターを使っています。でちょっとお掃除してね、下の台も外してね、ちょっと今掃除機かけるんで邪魔だからまとめて、猫まとめてバンってこうやって置いたんだけど、芯自体はそんな絡めてないつもりなんで大丈夫だと思うけど、一応念のために今ね、ルーターのリセットスイッチもあるんだけど、一応引っこ抜いて買って入れるのが一番手っ取り早いんでね、今それをやってみました。で繋がるまでちょっと時間かかるんでね、今まだインターネット繋がらないよ、これ多分ほらくる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 回っちゃっててね、今まだインターネット接続できません、うん、この Google もね、これもね繋がりません、これね、ほらこのサイトにアクセスできません、今まだね、もうちょっとかかる。あ、今ね引っこ抜いてね戻したらね、赤くなる、赤くなるピコピコしてる。あ、今ね上のルーターがね赤くピコ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 ってなんか点滅して、で今それが消えて緑のやつがピッコピッ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 って今鳴り始めた。結構ちょっとね時間かかるね、まだね、うん、あ、そこ最初からこれ手で取って見せればよかったね。一回引っこ抜くとなんか順番があるんだよ。でちょっとね3分4分ぐらいかかる、うんうん。で今光電話使ってるから、光の方の横に F660A の横にで電話のやつがあって、でこっちがピコピコ鳴りながら今度こっち側にアクセスして、ここが赤くピコピコってなって、なんかこう確認し合ってる今ね。あ、それで、うん、今つながった。じゃあもう一回やってみましょう、せーの。さあどうかな、はい、ダウンロードは770メガになりましたね、ちょっと調子よくなったね。あ、アップロード早くなんないな、これなんだろう、アップロードが48メガ BPS だって。本当？ちょっとこれ原因調べてみようね。これだとNTT の会社と変わんないもんね。どうしたんだ一体。ね、前はアップロードの速度も 570Mbps とかね、同等かちょっと下がるぐらいはアップロードもあったんだけど、なんだろう、ちょっとこれはね原因を調べてみよう、うん、これね、これが何だろうね、設定 50Mbps より上とか、あ、なんとこれ測定のやつがなんか変わってる、テスト最高最中値、あ、なんかバージョンが変わってるねこれね、じゃあちょっとこれ調べてみよう、ニューロ光アップロード遅くなったで見てみようか、接続速度を超えるかも、どうだろうな、速度口コミ調査、遅くなる道の原因だってあるんだよね。で最近なんだけど、ご近所さんがね、来て、でここのとこね、この1、2ヶ月ぐらいで2回工事やってたかな。で新しくお家が建ったところがあって、でずっとこの横から同じところから線引っ張ってたんだよ。でもしかしたらなんだけど、ニューロ光かもしれない、もしかしたら。でもニューロ光一人増えたくないでこんなのしたいよねさあアップロードね、原因ね、回線が混雑している。でもダウンロードこんなに快適だからね、機器が高速通信ってあるしね、ニューロ光の通信障害、あ、それもあるかもしれないね、通信障害ね。でもダウンロード早いからね、アップロードが桁が1個なくなった、ということで、これはちょっとね、おじい、原因を調査してみたいと思います、ね。いや。こんなにね、ダウンロードはめちゃめちゃ、これなんかおかしいね。2.2 ギガになってよ。これありえないでしょ、2.2 ギガって。有線で、
マックス1ギガでちょっと 1.2 とか出たことあるんだけど、で Wi-Fi で使ってると 1.2 ギガまでっていうね、マックスね、それで使えるはずなんだよ。でそれに近い数字で結構うわーっていうぐらい早く使えるのは確認できたけど、 2.2 ギガってのはないでしょ。これアップロードスピードは450、あ、これなんか工事やってんのかな、なんかおかしいね。でもアップロードが440来たから、何一体何事、あ、今度大丈夫そうだね。760Mbps でアップロードが、あれやっぱ2桁だな。はい、アップロードがね、どうやらね 40Mbps らしい。うん、40Mbps ね。ダウンロードはものすごくめちゃめちゃ快適なんだけど、アップロードがねちょっと桁が1個しかなくなったので、ちょっとこれはねおじ現調査してみたいと思います。このままね、もうおじの場合編集なしだからね、リアルタイムありのままを皆さんにお届けしています。まあダウンロード使えればね、みんな探す人いないでしょう。おじはYouTube 配信者だから、アップロードがどんだけ早いかによって勝負なんでね、これはちょっと事件です。でも40メガあったらでもいいんだけど、だいたいレンタル Wi-Fi でこういうね、だいたいポケット Wi-Fi でアップロードが 1,2,3 メガぐらいだとくるくるしちゃうんだよ。でだいたいね 7,8 メガぐらい出てればまあいいんだけど、まあ10メガ出てればもう絶好調に配信とかできるんだよね。だからそれに比べれば、まあ40メガって言うとわーってね、よっぽどじゃないと、Y モバイルの、なんだっけ、アドバンスモードでね、たまにいい波つかんだ時に、バーって出ればやるけど、こう極端だよね、ジェロになったりとかね、そういうのはあるけども、ね、まあ、これが安定してれば、まあ、別に特に問題はないんだけど、気分的な問題だよ、これね。まあ、あと、YouTube の場合は、YouTube 側の方のサーバーの速度があるんだよね、いくらこっちが何百メガ対応しても、あちらの方が対応してくれないと、遅いからね、受け皿がね、受け皿が遅いと早く送っても溢れちゃうね、送れないということになります。はい、そんなわけでね、アップロードがねちょっと快適じゃないので、これは何なのかね、しはるさんしはるさん、おじいは頭を抱えてるね、これは何が原因なんだろう。なんかあれかな、ニューロ光がなんか原因なのかな。でもダウンロードは全然変わらないんだけど、あ、来た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 、復活した。あ、ルーターかな、やっぱり来た。ダウンロード690のアップロードが490来た。なんか 2.2 になったりしたけどさ、なんかやってんのかな。ここんとこね、なんか今ぐらいの時期になると結構多いんだよね、集中してやってるから。いろんな工事やってるんだよ、下水やったりガスやったりとかさ。でね、こういう電話関係のこう引っ越しとかなんかそういうのも結構多いよね。地元なんか見てると結構多いもんね、いつ年内引っ越しっていう方がね。はい、そんなわけでね、安心しました。アップロードもなんとか復活しました。で、なんか親と思ったら、ルーターを電源一回引っこ抜いてまた入れ直す、これがね一番確実だよ。ああ、よかった。そんなわけで、ね、お安くお得に使えてね、手元にはお金が残る、ね、で NTT からニューロ光に乗り換えることによって、まあ、最終的におじいの、ね、リンクから、12月は、ね、29日ぐらいまでだから、いつもだったら16日から月末までが月額980円で契約できるチャンスなんだけど、今月は最後の方お休みなんで、年末年始だから15日から29日までが月額980円の申し込みになります。でね、最後に一つ、
あのインターネットね、あじゃあうちエリアかなって見てみて、エリアだったらあのあ申し込みたいなと思う方は、申し込んだからといって今すぐに解約しなければならないわけではありません。予約になります、申し込みです。であの開通するまではお金は請求されません。なのであのいろんなね解約の問題でね、あまああのキャッシュバックとね、年間払うのが少なくて5万円残るんだったら、そこから違約金払えばいいやって考える方もいるかもしれないけども、あでもおじいの言う通り、一回朝日ネットにワンクッション置いてから行った方がお得だわっていう方は、そういう分時間かかるでしょ。ね。なもんで、そういう期間もね、踏まえて、ニューロ光に言うとね、あ、別にすぐでなくても構いません。ただ、この期間中に予約をしていただければ、開通してから1年間は980円を保証しますよっていうことなんだよ。あとキャッシュバックとね。だから、できればね、いついつまでにっていうね、決まりはございませんが、できれば1年以内に開通していただけると、ありがたいですっていうね。こういうことです。だから別に予約したものをね、悪い業者に強制解約されるね、あれはないし、で、1回や2回ぐらいね、工事でできませんって言われても、今までの工事業者の嘘だったかもしれない。だからね、今一度、ここはちょっと引っ張りませんって断られた方は、今一度、もう1回ニューロ光にね、申し込むだけ申し込んでみて、で、違う業者さん、ね、指定してみてください。前回来た方はね、ちょっと信用できないんで、違う業者さんにね、ちゃんとした業者さん見てもらいたいっていうね、そんな感じ、まあ、業者としてはね、できないと思うんだけど、その内容をしっかりとした、理解した内容を聞かないと、素人だと、もっともらしいことを言われると、鵜呑みにしてしまう、知識がないから、業者はそこをね、悪いこと言って、嘘を言ってね、お金だけ取ろうとする。で、今は訪問をしなければ、お金は支払われないシステムになりました。だけどね、例えばなんだかんだ言いながら、いろんなね、緊急とかね、用事ができたりとかね、早く入りてえな、帰りてえなっていうね、その時もあるわけじゃん。で、やべえ、今日午後なんかもう雨だからもう早く帰りてえとかね、あんじゃん。あ、今日ちょっといっぱいね、忘年会ちょっと約束しちゃったから、早めに終わっちゃおうとかね。大体ね、現場仕事の人ってそうなんだよ。また面倒くせえなと思ったら、言い訳って、まあ、しょうがないけど、まあ、一件飛ばしちゃおうか、みたいなね。いや、ここは、あ、しまで、ここはなんかね、できないみたいなんで、じゃねえですね、みたいなね。キャッシュにしてきますよ、みたいなね。こうやって、やられちゃう場合もあるんで、ね。ないとは言い切れない。だからね、本当一回や二回答えられてもね、諦めないで、エリアだったらね、一度相談されることをお勧めします。ニューロの方にね。それで、あと賃貸の場合は、大家さんに自分で言うんじゃなくて、必ずお金を払っているのが不動産屋の場合があります。だから、不動産屋さんに相談すれば、不動産屋さんは、もう今の時代、インターネットを引っ張ってないうちなんてないんだから、もう、自分、で、大家さんもね、インターネットを引っ張るのに反対する大家さんがいたら、もう、やっていけないよ。ね。だから、ね、ちゃんと不動産屋さんに言えば、ちゃんともう、承諾もらってくれるんでね、大丈夫だと思いますね。あとマンションでなんだかスローの中いっぱいだからね、入れないよっていう場合もなんだか承認が必要だよっていう場合ね、まあ時間かかるにしてもね、別にこういうチャンスがあったらまた予約だけでも残しておくっていう手があるからね、1年以内に工事ができればまあいいわけなんでね、キャンセルしてもお金かかるわけじゃないんで、まあ予約をしておいて損はないよね。であと立ち会いが2回あります、ね、1回目の屋内工事と2回目の屋外工事と2回あります。1回目はお家の中表から実際にね線を引っ張り出すところで、そこにルーターを置くまでが、これが作業になります、ね、でこれが終わった後に2回目は電信柱から内まで接続して終わりです、ね、でこの2つの工事でこれをね同日にやってもらいたいっていう場合はオプションで3000円かかるんだけど、有料オプションでもう2日もね2回も立ち会いできない仕事があるからって方は1回で済ますこともできます。オプションでね、やっぱ午前中に屋内工事で午後に屋外工事って感じで1日で済みます。立ち会いが1回で済みます、ね、であと土日祝祭日
にやってもらいたいという方は、これまたね有料オプションがあります。3000円です、こちらの方もね。なのでね、休日に同日オプションになったら3000円と3000円で6000円かかっちゃいます。本当ね、キャッシュバック5000円もらってもね、1000円足出ちゃうんだけどもね。まあそういうご都合の場合はね、まあ仕方ないよね。そういうのをまあ使ってみるっていうね、ことも必要になると思います。あと、おじいが強調したいのは、今 NTT の会社をね引っ張ってる場合、ニューラルを引っ張る場合、最初にねまたその近辺とか横にね穴を開けて工事をやりますっていう説明を受けると思うけど、実際には今の NTT のね空いてる穴のこの場所のところを使って出すことができます。元気なおじいはそれでやってもらいました。でその工事会社で言えばそれうまくやってくれるんだけども、分かんない方は元気なおじいがちゃんとその動画に撮ってね、こうしてやりましたっていう、いつも言葉だけで言ってて分かんないと思うから、頑張って撮影して説明したやつが過去の動画に残っているので、あとこの動画の説明欄にリンクもねたくさん貼っといたので、もしよかったら見てください。あとこのびっくりマークとかね、最後のパン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 っていうところにもね代表的なのポンポンって出るんで、とにかくニューロ光のことだったら再生リストに元気なおじいが今までいろんなことをね残したので、そちらも参考にしてください。そしてニューロ光に関してのね、まあ不安とかね Q&A は本来公式でやってもらえばいいんだけども、でもう開通してるものとしてね、なんか聞きたいことがあればもう気軽にコメントでね書いてくださいね。もう全力で元気なおじいのリンクから一応予約したよって言ってくれればね、おじいもねよし頑張ろうって鉢巻き巻きたくなっちゃうからねはい、そんなわけでね、よろしくお願いします。今回の動画はね、古川直樹さんの情報によって、ニューロ光の宅内工事は今まで工事をしなくても作業会社に作業代金が支払われていました。でも2019年10月からは工事が完了しないと作業会社に作業代金が払えないシステムになりました。それによって今まで元気なおじいからね予約してくれた方がことごとくすごい短期間はいっぱい予約してくれたってね、今月は嬉しいなと思ったら、もうすぐにもキャンセルババ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 って、1回目の宅内工事だとかでキャンセルババババババ、ほとんど消えちゃった。これがずっと続いてたんだよ。今回はキャンセルが少なかったってことだね。これがこの直樹さんのこの情報の裏付けだとおじいは思ってます。だから今まで断られた方も、もう一回再チャレンジ、悪い悪徳業者に対してニューロ光が目覚めたね。こうでなくっちゃ、本来はちゃんとお客さんが求めてるのに、悪い一部の悪徳業者がね、もううちだけ訪問してピンポンで、とにかく社員だけもらえば、はい、やったぜね、5000円とかね、1万円とかへへって感じでね。だからもう工事をやってもやんなくてもお金もらえるんだったら、社員だけもらって金もらっちゃおうっていうね、悪いやついるんだよ本当に、ね、だそういうのにね光っても、でもニコ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 に悪そうには見えないとかね、そういう詐欺る人ほど見た目がねいいんだよ。だからこんな人に限ってまさかって言うんだよ、ね、こういう人が言ったら要注意なんだよね。いかにもって感じでね、だから金用心するでしょ。だからおじいが何か言ったってね、うわ信用ならねえってね、もううっさんくさいみたいな感じでね、金構えるでしょね。だから今の詐欺師はみんな本当で悪そうに見えないからね、みんなこういう顔して訪問すりゃいいんだよだね。はい、というわけでね、ニューロ光これからね、申し込んでくれた方はちゃんと工事が行われてもらえる確率がグググググーンと上がりましたという報告でございました。ちょっと長かったかな、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。いやおじいもね、これは本当他の人があんまり気がつかないことだなと思って、おじいはもうすごいキャンセル、ほとんどキャンセル食らうのが多かったから、なんでなんだざけんなよって思ってたんだね、一気業者めーってね。でこれがね、やっと、報われたなと思ってね、ここのとこね、声上げる人、他にいないから、本当、誰もいないから、ね、めんどくさいから、で、言っても、煙たかれるだけだしね、いいことないからね、言う人いないんだよ、こういうのね、YouTube だったらもう、ピラミッドの上に行けば行くほど、こんな動画なんか絶対作んないよ、
本当ね、おじみだな、ピラミッド底辺の底辺の底辺の底辺ぐらいしかね全然言わないんだよこれだね、うん、はい、そんなわけでおじいでした。そして元気なおじいでね、元気なおじいの紹介リンクからね予約してくれた方ありがとうございます。で、元気なおじいのね紹介リンクをページを開いててもそこから申し込むボタンを押して申し込んでくれないとおじいの紹介になりません。例えばなんかお困りごとがあったらオペレーターが対応しますとか、こうチャットとかあるけど、でチャットで話したりとか、あと電話とかあるでしょ。で、あ、今ちょっとここわかんないんですけどどうしたらいいんですかっておじいも喋ったんだよ。で、あ、こちらのこうしてこうしてこうしちゃっていただければ結構ですよってね、あ、もしよろしかったらこのままお申し込みで受け付けましょうかって。で、あっと思って、あ、すごいもうお姉さんがピヨ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 言うから、あ、お願いしますって言いたくなっちゃうんだよつい。でも、あ、ちょっとこれは、でもその、今、これで申し込んだ場合、キャッシュバックで、対応になりますよ、紹介者。ネットの友達なんですけど、ちゃんとその方と自分にご支援来ますよってね、ご支援とか、その時は芝居だったかな。あ、来ますよって言ったらね、ああ、こちらから申し込むと、ご紹介キャンペーンの対象にはなりませんって。言わなかったらそのまんま、じゃあこのまましましょうかって言われちゃってるからさ、あ、お願いしますってなっちゃうでしょ。このトラップに引っかかると、キャッシュバックがね、5000円キャッシュバックが来ないので、気をつけてください。とにかく、申し込み完了までは、元気なおじいのこのリンクをパチって押したら、そのリンクのここからもう、まずエリアを調べて申し込むボタンをポチって完了してくれないと、キャッシュバック対象にはなりません。で、お問い合わせをするとトラップに引っかかるので、気をつけてください。ね。で、あとは、おじいのリンクから行かないと、公式のページから行くとね、こう、あ、今、980円じゃん、あ、一緒じゃんって入ると、紹介のリンクからじゃないので、これもまたキャッシュバックの対応に対象になっておりません。これもね、お気をつけください。はい。それでね、あと、いろんなとこを検索しておくと、キャッシュバック何万円っていうところがあります。で、このキャッシュバック何万円ってくれるところあるんだけど、よく考えてみてください。割引はありません。今回の980円みたいなね。うん、まともな値段を使ってて、その分はお金でくれるよって言うんだけど、よく計算してみると、あれ、ちょっと待てよ、払う金額はこの金額に対しての消費税で払ってるのに、戻ってくるのは別に消費税付きで戻ってこないから、あれ、よく考えたら損じゃねえとかね、あとはゲーム機をくれるとかね、ゲーム機なんて普通になんとかシリーズで買った方が安いでしょ、その丸々の定価の分だけどね、これそうとかもらえる、いくら分もらえる、お得だって、全然お得じゃないからね。払うものを980円で抑えてキャッシュバックをもらって5万円お得になったところにね、お安く買った方が欲しかったら、その方が絶対にね、お得ではないかなと思いますね。よくシミュレーションすると意外とおじいのリンクからポチった方がお得ということがね、気がついていただけるかなと思います。はい、そんなわけでね、注意事項はそこまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからね、安心してユーロ光たくさんの方回収してくれることをね、おじいも心から願っておりますね。おじいもなんかね、コメントいただければピヨ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 しながらね、対応したいと思います。いやー、もうおじいもだって入ってくれてもさ、みんなキャンセル食らっちゃうから心沈むでしょ。キャンセル率が減ってきて、ちゃんと工事する業者ね、業者もお金もらえなかったらね、割に合わないからね、ちゃんとやるようになるんだよ本当、これでやっとユーロ光も業者もおじいも入ってくれる方も全てが嬉しい結果になるからね。いやー、これから楽しみだな、本当ね、そして今まで入ってくれた方もね、ありがとうございますのでね、感謝感謝いたします。ユーロ光ね、快適だったらまた報告してください。おじいでした。バイバイ、またねー。ピピやる、ピピピピーで、みんながいっぱい入ってくれたら元気なおじいもグリーだからね。はい、ありがとうね、バイバーイ。